サンプリンス三重販売 EVSV の松野です。日産自動車の田村でございます。はい、ということでですね、今日東京オートサロン2023に来ておりますが、まさかのスペシャルゲストで日産自動車アンバサダーの田村さんに。まさかの田村もいいんですけど、まさかのなんか上がってますけど、これ大丈夫？まさかちょっと、はい、あの人生で初めてこんなにライトを当たることがあったでしょうかというぐらいライト当たってますけど、はい、お疲れ様でした、2日間、はい、あのね、昨日今日と、まあ、ちょっと2日間トークショーなどにさせていただいて、この2台の GTR といえば田村さんなので、もうこのやはりそのオートサロンでこの新型を発表するっていうことに対してのやっぱりその熱量だったり気持ちっていうのはやっぱりかけるものっていうのがあるんですかね。あのね、これね、はい、歴史を一応ちゃんと語っておくと、はい、1995年、はい、まあ大体第12回か13回かは忘れましたけど、オートサロンって40回超えてるんですけど、はい、その30年近く前に、はい、R33 のスカイライン GTR を晴海のオートサロンで発表したのが最初のメーカー、自動車会社の一番最初だったんです。我々日産自動車が一番オートサロンのメーカーとして最初に来たんです。そうなんですね。そのショップとかじゃなくてっていう、ショップはまあもちろんそのもっと前からオートサロンとしてやってたんですけど、自動車会社として初めて新型車を発表の場に使ったのは我々日産自動車が初めてで、スカイライン GTR が初めてなんです。そもそも改造自動車ショー、カスタマイズドショーだから、はいはい、なんでメーカーがノーマルの車を持ってきてやるんだと、はい、それはモーターショーとかでやればいいじゃんという当時の空気に対して、まあここの創立というか、まあ言ってみれば稲田大二郎というオプションの当時の編集長が、はい、まあオートサロンっていうのをこうやろうよって言って、はい、第十何回目ですかね、いやいや大ちゃんと、スカイラインを日産自動車がチューニングをしてカスタマイズして出すのが GTR だから、はい、いいじゃないですかって言ったらそうかなって言って、まあこうわりかしその当時この他のショップとかがなんでメーカーが来るんだよっていう空気の中を収めてというか収めてくれて出れるようになったというのがまあきっかけ でそう思うと、これだけこの車好きのお客様たちがいる環境の中でこういった車好きに訴えかけられる車を発表できるっていうのはありがたい嬉しいことなので、だからその後99年の1月に変な話、34GTR もこっちのあのイベントホールで、オートサロンのイベントホールのところで発表させてもらったんです。でまたその後3号がなかなかここの発表の場っていうのはなかったんですけど、はいはい、いよいよ最後かどうかは言えないですけれどちょっと最後かどうかは言えないですけど、はい、でもなんかもういろいろとこうファイナルステージの方にやってきたいろんなものの中で考えると、はいはい、やっぱりちゃんとオートサロンのお客様の前で出していきたいなっていうのはありました。気持ちとして、やっぱでもじゃあその自動車メーカー日産自動車が初、やっぱり他がやらぬことをやっていくのが日産っていうのもその時からもうその DNA はまあ今急にコマーシャルで言い出したんじゃなくてやっちゃえ日産はずっとあったあるですね、はいはい、何しろこれプロトタイプで、はい、実はまだ、生産する車ではなくて試作品なんですね、はい、おそらく生産できるのは夏かもっと今年の秋か、はい、それぐらいになったらようやっとなんで、まずはこう開発が完了したと、はい、できたと、いよいよ生産に入れるっていう段階になり始めてるんで、まあもう発表してお披露目ということで、お披露目だと、はい、もっと言っちゃうと、はいはい、なかなかこの前の22までの状態ではもう売ることができないと、はいはいはい、通貨損、はいはい、要は社外騒音の法規制っていうものを通せなかったのが22だったんだけど、はいまあ、簡単に言えば音を小さくしないともう売れないっていう状態だったんで諦めかけてたんです、はい、なぜかというと、はい、マフラーの容量をすごく大きくして、トランクルームはだから半分ぐらいに減るまで
トランクの底上げをしてマフラースペースを作る、はい、もうそれだけで何十億って投資になる。でしかもタイヤがずっとこう、そうそう、大きな音こうって音を出すから、はい、太いタイヤじゃなくって細いタイヤにする。逆にこのでもグリップ力落ちるわけですよね。しかも、はい、マフラーがでかい分だけなかなか排気がスムーズにいかなくなるから、まあ、変な話馬力も落ちる。馬力は落ちるわ、コーナリングは悪くなるわ。なんかもうそんな車 GTR って呼べるのとなってしまうので、まあ、諦めかけていたんですけど、はい、うちのエンジニアたちが頑張って、なんか氷炭からこむみたいな話で、はいはい、ジェット機のエンジンとかいろいろ観察してるうちに、はいね、ジェット機のエンジンってすごい何万馬力なのに、はい、その何万馬力のエンジンが、まあ、あるすごいコントロールをちゃんとしてるよね、はいはい、まあ、絶対値は大きな音ですよ、はいはい、ジェット機のエンジン、はいはい、だけど10万があそこまで減るんだったら、はい、たかだか600ぐらいのエネルギーになってもっとうまく減らせないかななんて考えたら、やっぱりちゃんと考えてた。だからその、ジェットタービンというかジェットブレード、ジェットエンジンのブレードの流れを解析していくうちに、はい、これをうまく使ったレゾネーターだったら、いや音消しだったら、はい、できるかもしれないってやっていくうちにできちゃったって話。できちゃった。できちゃった。できた。ダメだダメだって言ってたの。いやー、溶炭からこうみたいな話ですけど、これこれカクカク近々でできましたと。だったらバンパーとか、はい、やっぱりスタイリングを変えようよと。まあ、あの17年に変えて以来だから、はい、そうですね、17年モデリア17だから16年に出してっていうことは、はい、都合7年前なんですよね、はい、変えたのが。だから7年間基本的な形は変えてないから、はい、まあ、そういう意味では最後にっていう言った方はまた良くないかもしれないけどやっぱり最後の方になってきたらもう一回ちゃんと形も見直そうよと。やっぱり前はパーフェクトだと思った空力もさらに見つけ出したんで、もうちょっとダウンフォースを入れられたらねとか、そういうところにトライしようということで、まあバンパー前後、それからちょっと来てください。リアはこれグースネックの形で GT500 のまあモチーフね。ついでに話しときますけれど、トランクカーボンですかね。これももちろん全部カーブ。これ全部カーブ。これも別にここだけがカーボンじゃなくって、ここまで全部カーボンだけど、これ塗装見切りで塗っただけ。こっちは塗ってないと。へえ。これ全部上までカーブ。トランクカーブ、ウィングカーブ、屋根カーブボンネットカーブ、フェンダーカーブで、バンパーカーブ、これ屋根カーブ。カーボンじゃないのはこのピラーの樹脂とドアアルミなんですけどね。ドアアルミで、ここが鉄板。もちろんサイドスリップもカーボン。まあカーボン祭りですよねまあ言いたいのは、ここまで、まあ、軽量化とかもこだわり、そしてその空力的にはアップデートをして、はい、であとはそのフロントのメカ LS で機械式に LSD を入れて、はい、さらにコーナリングパッと踏んでった時に内輪が空転しちゃうんで、はい、踏んだらもっと中に入っていくよっていうのをやっていこうってことで、フロントに LSD を入れました、はい、機械式ね。ただね、実は LSD 機械式は13年にニルブルックリンクをタイムアタックした時に、はいはい、すでに入れてたんです。工場仕様なじゃなくって、はい、ディーラーみたいな、要するに後付け仕様の LSD 入れてたんですけど、はいはい、あれってエンジンを下ろさないと変えられないんですよ。つけれないですよね。まあそれは今回はもう最初から工場で入れとこう、うん、ただし、まあタイムアタックをするみたいな車だと少しレーシングドライバー用みたいな感じでピーキーで、まあかなりガキゴキって効くんだけど、やっぱりソーダリンだから気持ち悪さもあって、もう少し柔らかく効くようなやつにしようねってなったのが、まあ今ね。でそれに伴ってもっとフロントのダが入るから、四輪駆動の制御システムも、システムっていうかシステムは同じなんだけど、乗数って言って中のまあ
マッチングをまた変えて、四輪システム、四輪駆動の配分まで少しずつ変えてる。それが2歳です。こんな話、まさかね、このオートサロンの会場で、まあ、田村さんからこんなお話を聞けるなんて。でしかもコーナリング速度が上がったから、はい、シートがね、はい、そうです、剛性が足りなくなってですよね。これちらっと見えたんですけど、もともとフルカーボンなんです。もともとフルカーボンなんですけど、はい、さらにネイキッドなフルカーボンにして剛性値が 50% 上がってます。 50% 上がってるけど全く重量増えてないです。重量を増やさないで剛性上げるっていうのは普通できない、普通は難しいんだけど、それを今回できたと。すごい。座ってみます。いいんですか。いいよ。請求はあの会社の方に。一座り50万ぐらいで。多分ね、オートサロン中にここに座った人の中で一番誰やねん感がすごいと思うんですけど、ちょっと横にこうググってやってみれば分かるけど、まあ、この剛性値が相当やっぱり高くなってるんで。すっげえ。もう一回やってもらっていいですか。もうすごい、すごいしか出ない。語彙力ね。語彙力が本当にそのコックピットブレないですか。ブレへん。あちょっとまあという具合に、あの抜かりなく全てトータルバランスをきちっとまとめるっていうのが、まあ、日産自動車の思想であり我々チームの考え方ですから、まあ、そういう意味ではね、まあ、あとは T スペック、まあ、これ最初に言わなかったんですけど、はい、一番思うところは120人の例えば120台のT スペックに対して2753人抽選いただいたわけじゃないですか。20倍ですよ。こんなにいっぱい外れちゃうと作らないとっていう風な使命感もありますよ。まあそれもあってうちのチームの連中がみんな頑張ってくれて、やっぱり何としてもその続きをやらないとダメだよねと思ってくれたんで、まあそういったジェット機のエンジンのアイディアとかそういうところがうまく出てきたんでしょうね。T スペックは基本は内装とかサスペンションとか同じなんですけど、空力は少し変わってます。そうですよね、形状も。でここのグリルのこういうメッシュなんかも変わってもっと通気性が良くなってます。ということで、はい、このオートサロンは本当に数あるブースの中でも一番の目玉だと思うんですよね。若干緊張してます。若干じゃないですよ。ちょっとだけ。めちゃくちゃ緊張してますよ、ね。眩しいからね。眩しいからね。ありがとうございました。ありがとうございます。